シュクロオキシゲナーゼに、または、プロスタグランジンエンドペロオキシドシンターゼには、ヒトでは、PTGS2 遺伝子にコードされる酵素である。COX-2 は、ヒトに2種類存在するシュクロオキシゲナーゼのうちの一つである。COX-2 はアラキドン酸から、プロスタグランジン H2 への変換に関与しており、炎症時に発現する。プロスタグランジン H2 は、 プロスタサイクリンの重要な線具体である。COX-2 はアラキドン酸をプロスタグランジン H2 に変換する。COX は遠征度の標的であり、COX-2 特異的阻外薬は国旗支部と呼ばれる。COX-2 は二両体を形成し、核単両体には ペルオキシダーゼとシクロオキシゲナーゼの活性部位が存在する。COX はアラキドン酸からプロスタグランジニンへの変換を2段階で触媒する。まず、アラキドン酸の13位の炭素から水素が引き抜かれ、その後に分子の酸素が付加されて、プロスタグランジン G2 が形成される。続いて、PGG2 はペルオキシダーゼ活性部位で、PGH2 に還元される。合成された。 PGH には、組織特異的イソメラーゼによって、プロスタグランジン、プロスタサイクリン、または、トロンボキサゲーにへ変換される。COX- にはアラキドン酸を主に、PGG にへ代謝するが、少量は15ヒドロキシエコサテトライン酸のラセミ、混合物へも変換される。この混合物は、約22%が十五ヘテ、約78%が十五ヘテであり、 11ヘテも少量含まれる。2つの15ヘテ立体生態自体にも生物学的活性は存在するが、リポキシンへの代謝がおそらくより重要性が高いものである。アスピリン処理された COX-2 はアラキドン酸をほぼ15ヘテのみに代謝し、代謝産物はさらにエピリポキシンへと代謝される。COX-2 は カルシトリオールによって阻害される。COX-2 に結合したアラキドン酸。アラキドン酸とセール530、ティール385残機の間の極性相互作用が黄色の破線で示されている。気質は素水的相互作用によって安定化される。p d b 3と COX の活性化と触媒の機構過酸化水素がヘムオフェラルオキソ誘導へ参加し、 ペルオキシダーゼサイクルの第一段階で還元されるか、ティ三百3 8 5のチロシルラジカルへの参加が行われる。チロシルラジカルは、その後、アラキドン酸の13プロ水素を参加して COX サイクルを開始する。触媒過程では、ペルオキシダーゼ活性とシクロオキシゲナーゼ活性の双方がメカニズムベースドインヒビションによって不活性化される。このことは、 気質が十分に存在する場合でも、ペルオキシュダーゼ活性とシクロオキシュゲラーゼ活性の双方が1、2分以内に0にまで低下することを意味する。アラキドン酸から PGG2 への変換は、高不法は脂肪酸の自動酸化に類似した一連のラジカル反応であることが示されている。13プロ水素が引き抜かれ、2原子酸素が11位の炭素のペンタジエニルラジカルを補足する。 11ペルオキシラジカルは9位の炭素と感化し、8位の炭素で形成された炭素中心ラジカルが12位の炭素と感化し、エンドペルオキシドが形成される。形成されたアリルラジカルは15位の炭素でに、原子酸素に補足されて15ペルオキシルラジカルとなり、その後このラジカルは PGG2 に還元される。この反応は以下の証拠によって裏付けられている。 13プロ水素の引き抜きには大きな速度論的同位体効果が観察される。触媒の際に炭素中心ラジカルが補足される。13位と15位のアディルラジカル中間体が酸素に補足されることで少量の酸化生成物が形成される。13プロ水素が脱プロトン化されカルバニオンが酸化されてラジカルになるという別の機構も理論的には可能である。しかし、 1 0 1 0フルオロアラキドン酸の酸素化による 11, ヒドロキシエーコサマイナス5,8,12,14テトラエン酸の生成は、フッ素が脱離して、強薬次炎が形成される、カルバニオン中間体の生成とは一致しない。また、1 0 1 0フルオロアラキドン酸に由来する、エンドペルオキシドを含む、生成物が存在しないことから、PGG2 の構成における、 C-10 カルボカチオンの重要性が示唆されていると考えられている。しかし、カチオン性機構では、エンドペルオキシドの生成が13プロ水素の脱離よりも先に起こることが必要である。このことは、アラキドン酸の酸素化の同位体実験の結果と一致しない。様々なリガンドは、イキャットとアイオロのいずれかに結合する。アイオロは、基質以外の活性化 FA を結合する。 FA と結合したアイオロは AA に対するキロメートルを低下させることでイキャットを活性化する。COX-2 は、主に両体として存在し、各単両体は約70桁である。COX-1 と COX-2 の3次、4次構造は、ほぼ同一である。各サブユニットには、N マッタンの短い EGF ドメイン。 アルファヘリカル膜結合領域、C 末端の触媒ドメインという3つの構造ドメインが存在する。COX はモノトピック膜タンパク質である。膜結合ドメインは両親媒性のアルファヘリックスからなり、いくつかの素水性アミノ酸が膜の単分子層へ露出している。COX-1 と COX-2 はに機能酵素であり、 空間的には異なる位置にあるが、機械的に協約した2つの活性部位で2つの化学反応を連続的に行う。触媒ドメインには、シクロオキシゲナーゼ活性部位とペルオキシダーゼ活性部位の双方が一致し、タンパク質の約80%を占める。触媒ドメインは、ミエロペルオキシダーゼなどの哺乳類のペルオキシダーゼと相同である。 人の COX- には、触媒単量体とアロステリック単量体という、コンフォーメーションの異なる単量体からなる二量体として機能することが、判明している。ヘムは、イキャットのペルオキシダーゼブイにのみ結合し、イキャットの COXV は、気質や特定の阻害剤が結合する。アイオロの COXV には、気質と、気質以外の脂肪酸と一部の阻害剤が、 選択的に結合する。アラキドン酸は、イキャットとアイオロに結合することができるが、アイオロに対する AA の親和性は、イキャットよりも25倍高い。COX-2 の効果的な促進因子である、パルミチン酸は、アイオロにのみ結合することが、マウスの COX-2 とパルミチン酸の強結晶構造から示されている。気質以外の脂肪酸は、脂肪酸の種類や、 阻害剤がイキャットとアイオロのどちらに結合するかに依存して COX 阻害剤の効果は増強されたり減弱されたりする COX-2 が機能する細胞内環境の有利脂肪サンプールの濃度と蘇生が COX-2 の活性と COX 阻害剤への応答を調節する重要な因子であることが示唆されている遠精度であるフルルビプロフェンが結合した COX-2 フルルビプロフェンは素水的相互作用と極性相互作用によって安定化されている。PDB3PGH COX-2 は正常条件下では大部分の細胞では発現しておらず炎症時に発現が上昇することが知られている。COX-1 は多くの組織で構成的に発現しており、 胃粘膜と腎臓における主要な COX である。ヒステロイド性抗炎症薬は COX-1 と COX-2 によるプロスタグランジンの酸性を阻害する。COX-1 の阻害は、胃で細胞保護作用を有する PGE2 や PGI2 の規定レベルの酸性を低下させ、胃潰瘍に寄与している可能性がある。COX-2 は、 一般的にプロスタグランジンがアップレギュレーションされている細胞でのみ発現するため COX-2 を選択的に阻害する薬剤候補ではこうした副作用は少ないと考えられているが一方で心不全、心筋梗塞、脳卒中などの心血管イベントを引き起こす可能性がある。低用量のアスピリンは COX-1 を遮断して トロンボキサン A2 と呼ばれるプロスタグランジンの形成を防ぐことで心臓発作や脳卒中から保護する。トロンボキサン A2 は血小板を凝集させ血液凝固を促進する。一方、COX-2 選択的阻害薬は新血管イベントを引き起こす可能性がある。人の薬理学や遺伝学、遺伝子操作された血種類や他の動物モデル。 ランダム化試験での研究からは COX- に選択的阻害薬によって引き起こされる新血管イベントは COX- に依存的に心臓を保護するプロスタグランジン、特にプロスタサイクリンの抑制によるものであることが示唆されている COX-2 は血管内壁に存在するプロスタサイクリンのより重要な酸性源であり プロスタサイクリンは血小板の凝集を防ぐため、血液凝固による心血管イベントのリスクが増加する。COX-2 の発言は多くの癌でアップレギュレーションされている。COX-2 の過剰発言は、血管申請や SLC2A1 の発言の増加とともに、胆脳が癌と強く関係している。さらに CO、COX-2 の産物である。 p g h にはプロスタグランジンイーシンターゼによって PGE2 に変換され、癌の進行を促進する。したがって COX-2 の阻害はこれらのタイプの癌の予防と治療に有効である可能性がある。COX-2 の発現は人の特発性網膜全膜でも見られる。炎症の急性期にロルノキシカムによって COX を阻害することで、 増殖性ガラス体網膜症のジスパーゼモデルでは膜形成の頻度が43%、根カナバリンモデルでは31%低下する。ロルノキシカムはいずれの PVR モデルにおいても COX の発現を正常化しただけでなく炎症促進因子の注入による網膜や脈絡膜の厚さの変化を抑制した。これらの事実は PVR の発症における COX と プロスタグランジンの重要性を強調するものである。PTGS2 遺伝子のアップレギュレーションは、人の生殖の複数の段階と関係している。PTGS2 遺伝子は、溶膜上皮の重毛膜板、合わせ方体性栄養膜、重毛線イメ細胞、コリオニックトロフェブラスト、アムネオティックトロフェブラスト、胎板基底板、脱落膜細胞、 重毛外細胞性栄養膜で発現している。重毛膜溶膜炎、脱落膜炎の過程における溶膜、重毛脱落膜における PTGS2 のアップレギュレーションは、子宮内での炎症の3つの限定的な効果の1つである。卵膜における PTGS2 遺伝子の発現上昇は、炎症の存在と関連しており、子宮でのプロスタグランジン遺伝子の発現や、 コリオニックトロフェブラストセルや隣接する重毛膜または重毛脱落膜へのプロスタグランジン系ロタンパク質の免疫極剤化を引き起こす。PTGS2 は免疫系と関係しており炎症性白血球で観察される。腰膜での PTGS2 の発現と自然分娩の過程には性の相関が存在し分娩によって 妊娠期間に応じて発言が増加することが発見されているが、胎盤や重毛脱落膜では、早産、正規産にかかわらず変化は見られない。また、オキシトシンは、子宮筋層細胞で、PTGS2 の発言を刺激する。漢族では、PTGS25939C 変異、アレルの保有者は、胃がんのリスクが高いことが示されている。また、 ピロリ、菌ヘリコバクター、ピロリの感染と 5939CRL の存在との間に関連性が認められている。COX-2 はカベオリン1と相互作用することが示されている。COX-2 は1991年にブリガム・ヤング大学のダニエル・シモンズの研究室によって発見された。ありがとうございます。